先月29日、盛岡市内のホテルで一組のカップルが結婚式を挙げました。新郎は吉塚雄志さん、28歳。新婦はのぞみさん、31歳です。基本食事はみんなで食べ、決してご馳走ではなかったけど、話を聞いてほしくて、うるさいくらい笑ったりしながら食べたご飯は美味しかったです。これからはママのように太陽のような存在で牛さんを支えていきます。未熟な二人ではございますが、力を合わせて笑顔いっぱいの幸せな家庭を築いていきたいと思っています。私たちが田野畑村で限りなく自然な農業、山地酪農を営んでいる吉塚公夫さん一家を初めて取材したのは1994年6月のこと。この時、雄志さんは母敏子さんのお腹の中でした。次に取材したのは同じ年の10月。雄志さんは生まれてちょうど1ヶ月、吉塚家の四男第6子でした。6人ね、生まれたって言ったってね、やっぱりそんな簡単なことじゃないですよね。そうですね、だからやっぱりありがたいなって。本当ね、生まれる直前までね、どうなるか分かんないんですからね。だから本当ね、出てきてああよかったと思ってね、本当よくね、五体満足で出てくれたなってね、本当思いますね。山地酪農、吉塚農場の牛は乳搾りの時以外は山で過ごしています。牧場を覆っているのは日本固有の芝です。痩せた土地でも生える上、密集して生えるので洪水も防いでくれます。このたくましい草は牛の大好物です。日本の多くの酪農家は牛乳をたくさん搾るため、牛を牛舎の中で飼い、穀物を使った濃厚飼料も与えます。しかし日本の濃厚飼料の自給率はわずか1割にすぎません。吉塚農場の餌は大地に生える芝と自前で栽培する牧草だけです。自給率は 100% です。この芝見てください。ここも地面が見えませんね。で、芝だけじゃなくていろんな草が混ざってる。これクローバーも目指すしね。これはあの長葉草ってケンタッキーブルーグラスってやつですね。これは地力がねついたからです。草地です。草地農業です。で、これがあの私が目指している草地農業。吉塚農場では冬、牛に食べさせる草の収穫が夏の暑い最中に行われます。当時4歳だった雄志君も自分の体重より重い草を一生懸命運んでいました。雄志さんが中学生になった頃、お母さんは更年期障害で寝込むことが多くなりました。雄志さんはお母さんに代わって台所に立ち、家族の食事を作り続けました。お母さん喜んでくれてる？はい、結構やっぱり助かるって言ってくれてます。座れて嬉しい？やっぱり嬉しいです。雄志くんも台所立つの好き？はい、結構楽しいです。どういうところが？やっぱり料理を覚えたりとか、お母さんと同じようなことができるようになったりすると嬉しいし、やっぱりあとは美味しいとかそういう言葉もやっぱ嬉しいんです。それからなんか好きになりました。この台所仕事が今の雄志さんの仕事に役立つことになります。上泉高校を卒業した雄志さんは北海道でチーズ作りを学び、
田野畑に帰ってきました。父の君雄さんは山地酪農牛乳を使った乳製品作りが夢でした。雄さんはその思いを受け継ぎました。2020年には自ら製造したチーズ白泉ダブルクリームが国産チーズの最高峰を決めるジャパンチーズアワードのソフトチーズ部門で最高賞の金賞を受賞しました。山地酪農というのをどういうふうに広げていけるかっていうのを、目標としてやってますので、この白泉とかでもっとたくさんの人に食べてもらって知っていただけたらなと思ってます。ロシアのウクライナに対する軍事侵攻は世界の穀倉地帯である両国の生産性を極端に低下させています。このため家畜の餌代は高騰し、輸入の餌に頼る日本の畜産農家も苦しめられています。こうした中、自前の餌にこだわり田野畑の山を生かした山地酪農は、さまざまな状況の変化にも変わらず餌を安定的に自給できる農業として、その大切さが見直されています。吉塚雄志さんは田野畑村で半世紀近く山地酪農を続けている父の君雄さんからプライベートブランド牛乳の会社の社長を引き継ぎました。まだまだこれからの社員ではありますけれども、田野畑村の一員として、そして山地酪農牛乳株式会社の一員として一緒に頑張っていきたいと思います。吉塚のぞみさんは農業とは縁のない環境で育ちながらも、雄志さんと田野畑で暮らし、二人で山地酪農を受け継ぎ広めていこうとしています。